久留米城市久留米藩は、筑後国小井郡の久留米城に藩庁を置いた藩。1620年以降幕末まで、有馬家が藩主を務め、21万石を領した。米藩とも称される。久留米は、小井郡と水間郡の境界にあたる。久留米地域の北部は、山本郡草野を本拠とした草野氏が、平安時代末期以来、豊臣秀吉による九州市沖に際して、草野静長が滅ぼされるまで、約400年間統治した。久留米地域の南部にあたる水間郡は、筑後15城筆頭である、柳川城主の蒲地氏が統治した。天正15年、九州市沖によって、筑後3郡の75000石を領することになった、小早川周宝は、久留米城を改修して、居城とした。周宝は、羽柴久留米侍従と呼ばれ、文禄、慶長の役の選考により13万石まで数をされる。しかし、関ヶ原の戦いの際に西軍に組みしたため改易となる。関ヶ原の戦いの後、筑後一国32万5000石は田中義政の所領となった。義政は柳川城を居城とし、久留米城にはこの田中則政を置いた。田中家時代、久留米城の拡張が行われているが、慶長20年、元和元年の一国一条令により破却されている。元和6年、二代藩主、田中忠政が病没すると、無子により田中家は改易となった。その所領は分割され、久留米を含む筑後中部、北部の21万石は、有馬豊氏の所領となった。なお、筑後南部には、橘宗茂の柳川藩と、橘種次の三池藩が成立した。江戸時代初期、編集元和6年、丹波国福知山藩8万石の大名であった、有馬豊氏は、一挙に13万石の加増を受け、久留米21万石の領主として入藩した。大幅な加増は、大阪の陣の功績とされている。豊氏は、播磨国の赤松氏所流の豪族、有馬則朝の次男で、豊臣政権では姉婿である、遠江国横須賀城主、渡瀬茂専に仕えてその所領を継承。豊臣秀吉死後は、父と共に、徳川家康に接近し、家康の養女蓮姫をめとったという経歴を持つ。関ヶ原の戦い後の福知山への加増店舗や父の所領の編入を経て、久留米移封によって一代で21万石の大名にまで躍進した人物であるが、同時に多様な出自を持つ、家臣団を持つこととなった。渡瀬家から引き継いだ、横須賀州、父の三田藩から引き継いだ、梅林公、三代州、豊氏が、福知山で召し抱えた、丹波州、そして、久留米で新たに召し抱えた家臣などである。こうした派閥は、後の藩内抗争の下地となった。初代藩主、豊氏は、入藩後に廃城と化していた、久留米城の修築を手掛け、城下町を整備した。年貢の増長策を取る、一方、新領地の人心掌握にも腐心している。寛文4年から延宝4年にかけて、筑後川の治水、水利事業が営まれ、筑後平野の灌漑が整えられた。米の増産を目的としたこれらの事業は、逆に、藩財政を圧迫する結果となった。第4代藩主、頼元は、延宝3年より、藩主の地業借り上げを行った。早くも、天和3年には、藩札の発行を行っている。また、頼元は、進んで城費の節約を行い、経費節約の藩となった。第5代藩主、頼宗の時に、豊氏の直系男子方へ、旗本、石野家出身で、旗本有馬家を継いでいた則忠氏が迎えられて、第6代藩主となった。則忠氏は、頼元以来続けられてきた、財政再建のための藩政改革を引き継ぎ、これが功を奏しなんとか好転した。江戸時代中期、編集第7代藩主、頼は、享保14年に16歳で家督を継ぎ、以後54年間にわたって、藩主の座にあった。頼は、関龍和傘下の大家であり、数学書、13法全5巻を著述した大名数学者として、有名である。しかし藩政においては、享保17年の享保の大飢饉に際して、運河による大被害を受けて多数の餓死者を出し、さらに御殿造営や幕命による東海道の諸河川、改修手伝いに伴う出費を賄うための増長政策を取ったため、領民が6万人規模にも及ぶ一揆を起こすなど、その治世は平坦なものではなかった。第8代藩主、頼高は相撲を愛好して多くの力士を召し抱えたり、犬を愛好して飼い集めるなど自らの趣味に傾倒し、悪化していた藩財政を顧みなかった。一方、頼高の治世の功績としては、天明3年に学問所を開き、文教の交流を図った点が挙げられる。学問所は天明7年に修道館と名付けられたが、寛政7年に焼失した。樺島赤涼らの奔走によって、寛政8年に再建された藩校は、新たに秋芳洞と名付けられた。秋芳洞は、牧田保真などの人材を輩出し、今日の福岡県立秋芳高等学校につながっている。江戸時代後期から幕末、明治維新、編修、中之島にあった久留米藩蔵屋敷には亀尾組一揆が発生している。天保15年に第10代藩主となった頼長は、藩政改革を図るも病に倒れ、弘化3年治世2年で夭折する。頼長が改革推進のために起用した有望な若手藩士は、牧田保真の影響を受け水戸学を奉じる、天保学連と呼ばれる人々であり、後の藩政で、大きな役割を担うことになる。しかし、頼長の後継者問題を契機に、天保学連は内同士グループと外同士グループに分裂し、幕末から明治維新にかけて有能な人材を消耗することとなる。詳細は、有馬来皆、幕末の久留米藩を参照、頼長の弟である、第11代藩主、頼皆のもと、久留米藩は幕末期を迎える。藩政改革をめぐる対立や、天保学連内の抗争は、幕末期の政治課題と結びつき、激しい権力抗争が行われた。嘉永5年に、藩内の尊王攘夷派が失脚、牧田保真が、蟄居処分を受けるなど尊王攘夷派が弾圧された。久留米藩の反論の体制は、砂漠、甲武合体派が占めて、不破美正か、今井久志らが、改名路線を取り、筑後川川口部に若津港を整備して、夕日丸などの洋式船を艦入れ、諸藩でも有数の海軍を創設している。しかし、慶応4年には、大政奉還を受ける形で、尊王攘夷派が復権し、砂漠派の首脳排除、粛清。戊辰戦争が始まると新政府軍側で参戦した。しかしながら、明治政府の開国亜進路線に不満を持つ、久留米藩攘夷派政権は、明治4年に二京事件と呼ばれるクーデター未遂事件に関与し、明治政府の命令を受けた熊本藩に城を占拠されている。明治4年7月、廃藩置県により、久留米藩は廃されて、久留米県となり、同年11月に水間県に編入され、明治9年福岡県の一部となった。明治17年、家族令の公布により有馬家当主雷満は、伯爵となった。また、後に、雷満の弟が分家して、男爵家を創設している。有馬や外様21万石、豊氏忠頼頼俊頼元頼宗即忠頼、頼高頼典頼長頼皆、松崎藩歴代藩主有馬家の武具、古文書などの歴史資料が、久留米城址天守跡にある、有馬記念館に保存、展示してある。菩提寺である。梅林寺の有馬八玉屋は2018年に国の重要文化財に指定された。九州唯一の大名墓の重要文化財である。ありがとうございます。